フアン・フェルナンド・アランゴ・サイエンスは、ベネズエラ・マラカイ出身の元サッカー選手。ポジションは、MFFW。ベネズエラ代表の国際、A マッチ出場数最多記録と、最多得点記録保持者。ヨーロッパ主要国のトップリーグでプレーする数少ない、ベネズエラ人選手として活躍した。両親は、コロンビア出身であり、フェルナンドが生まれる前に、ベネズエラのマラカイに移住した。 14歳の時に、ベネズエラ中央大学サッカークラブの下部組織に入団し、両親と離れて、首都カラカスに一人移り住んだ。入団直後に U-20 チームに昇格し、早熟の天才として一躍世間の注目を集めた。1997年、16歳の時に、セグンダ・ディビシオンのヌエバカディス FC からプロデビューし、 スリアノス FC でプリメーラディビションベネゾラーナに昇格を果たした。1999年に強豪カラカス FC に移籍したが6ヶ月プレイした後にメキシコプリメーラディビションの CF モンテレーに放出された。その後は CF パチューカとプエブラ FC にも所属し2004年には CF モンテレー時代に指導を受けたベニートフローロ。 監督が率いるスペインリーガエスパニョーラの RCD マジョルカに一年契約で移籍した。2005年3月20日、セビージャ FC 戦で DF ハビナバーロの肘を受けて意識を失い、頬骨を骨折して舌を飲み込んで一時は既得状態になる事故があったが2004から05シーズン中に復帰した。2005年9月のレアルソシエダ戦ではスローインを受けて 振り向きざまにボレーシュートを決めるなど、ハットトリックを達成し、2005から06シーズンは、チーム内得点王となる11得点を挙げた。2006年、EFE は、アランゴー、リーガーエスパニョーラでプレーする、南米最優秀選手賞の3位に選出した。2007年3月には、スペイン国籍を取得した。2008年3月9日、 7から1で対象したレクレアキーボンエルバ戦では、FW、ダニエル・グイサと共に、自身初のハットトリックを達成した。この試合の活躍などで、グイサは2007から08シーズンの得点王に、輝いた。2005から06シーズンからの3シーズンで、リーグ戦の欠場はわずか1試合にとどまり、2005から06シーズンは11得点。 2007から08シーズンは12得点するなど多くの得点を挙げた。2009年5月17日の FC バルセロナ戦では彼らに18試合ぶりの黒星をつける同点フリーキックを決めた。ボルシアメンヒエングラートは時代2009年6月26日、RCD マジョルカとの契約が切れる1年前に遺跡金330万ユーロで、 ドイツブンデスリーガのボルシア・メンヒエングラートバッハと3年契約を交わした。8月1日に行われた DFB ポカールの FSV フランクフルト戦でデビューして初得点も決めた。8月9日の VFL ボーフム戦でブンデスリーガデビューし、この試合で先制点を挙げた。2009から10シーズンはチーム最多の8アシストを記録した。 2014年5月21日、恩師、セサル・ファリアスが率いるクラブティフアナに加入し、10年ぶりにメキシコに復帰。2016年1月29日、NASL のニューヨークコスモスへ移籍した。1999年1月27日のデンマーク戦でベネズエラ代表デビューした。アランゴはベネズエラ代表としてコパアメリカに4回出場している。 2004年初夏に開催されたコパアメリカ2004ではグループリーグ3試合すべてに出場したがグループリーグで敗退した母国開催となったコパアメリカ2007ではグループリーグを1位で通過し準々決勝のウルグアイ戦では1得点を挙げたが1から4で敗れた2008年1月にヌエバカディス FC 時代の恩師セサル・ファリアス監督が就任すると アランゴは代表キャプテンに指名された。コパアメリカ2011では、ベネズエラの史上初のベスト4進出に貢献。3位決定戦のペルー戦で得点を挙げ、ベネズエラ代表の通算得点記録に並んだ。ありがとうございます。